世界がどこから生まれたのか、そなたは知っているか。世界は悪から生まれた。その通りだ。我らはアマテラスに封印された。だが千年の時を経て、あと少しで封印をこじ開けられる。この世界は我のものであると同時に、そなたのものでもある。自分が何者か覚えているの？神はゆっくりと体を前傾させ、期待と悪意に満ちた目つきで手のひらに立つ人工魚を見つめる。僕は門校一族の最後の王様、そして一族にとって許されざる罪人でもある。いいな、そなたはアマテラスの力によって我が門校一族に授けられた巫女。我がために生きる希望だ。はい。封印は極めて弱まっている。我らを阻める者はもういない。我と一つになるがいい、巫女よ。アマテラスより授かった光の力を我に捧げよ。さすればそなたは果てしない闇から救われ、安らぎを手に入れるだろう。一族と共にか。さらには共に世界を支配し、一切を思うがままにできるのだ。さあ共に唯一の神となろうぞ。この世界がとっくの昔に死んでいたとしても、